ート日本プロジェクト in 神奈川メッセンジャーの源田和美です。今日は楽しみながら減災防災について学べる横浜防災フェアをご紹介します。始めた目的って何かありますか？はい、1995年に阪神淡路の大震災があって以降ですね、全国各地で大きな地震が起きております。でそういったものとこう並行してやはり防災の意識を高めていかなきゃいけないだろうということで、こちらの横浜赤レンガ倉庫を中心にイベントをやってきております。見て体験して知ることを学ぶことができるというイベントですので、一般の皆様の防災の意識がすごく高まることにはお力になっているんじゃないかと思います。普段こういう緊急車両と触れ合う機会ないので、すごいいい機会でした。各企業のブースでは暮らしの灯台プロジェクトひまわりを展開するペガソスエレクトラも出展。海と日本プロジェクトとコラボしたマグネシウムライトを普及活動に取り組むひまわりガールが無料配布しました。やはり日本っていうのはなかなか災害とはやはり切り離せない国ですので、災害っていうのはですね、いつ来るかやっぱり皆さんわからない中で備蓄していこうというのはなかなかやはり意識が高くても難しいので、マグネシウムライトっていうのは保存がずっと効くので、意識しなくても防災できる防災品をということで開発しました。日本全国に一家に一個届けていきたいということの元々掲げたスローガンを達成していきたいなと思ってます。横浜防災フェアでは AED 体験やマグネシウムの配布など、大人になってからはなかなか体験できないようなイベントが盛りだくさんでした。